ブロガーのハチがシミケンと結婚したことについて語って、僕知らなかったんですけど、事実婚って最近届け出が出せるんですね。で、あのそのハチューさんというブロガーの人と、あのシミケンさん、まあ、あのハチューさんが自分で書いてたから AV 男優って僕も読みますけど、 AV 男優のシミケンさんがその事実婚をしたっていうのがなんかツイッター流れてたんですけど、で事実婚は事実婚でいいと思うんですけど、事実婚って離婚もできるのっていうのがちょっと僕は気になりました。あの要はさ、事実婚で結婚っていうことにして、なんか書類をこう区役所に提出して、でなんか保険証とかの世帯主の表記とか変わるらしいんだけど、事実婚離婚っていうのも成立しないと、その届け出の撤回とかできないじゃん。でその事実婚ってどうやら僕が調べた限りだと、その区役所に独身の人かどうかの確認をして、独身だったら事実婚っていう手続きをするらしいのね、区役所で。でもさ、事実婚の手続きをしたことは他の区役所が知りようがないんだよね。だから例えばじゃあさ、僕がその北区で、北区赤羽で独身ですと。でじゃあ結婚する人がじゃあその豊島区ですと。でじゃあその届け出を出すのが渋谷区だとしましょう。で渋谷区で結婚する北区の人と、豊島区の人で、渋谷区の人が北区と豊島区に確認をして、両方とも独身ですね、だから事実婚のじゃあ認定をしますっていうのを渋谷区がやるんだけど、僕がさ、事実婚をさ3人と4人とかしてったとしても、その渋谷区役所分からないと思うんだよね。要は事実婚ってさ、戸籍上には表記は増えないわけだから、僕がじゃあ渋谷区で事実婚したっていうことは渋谷区しか知らないわけで、じゃあ僕が今度千代田区で事実婚もう一回やりますって言って、でその時も僕の北区役所で多分確認をするんだけど、北区役所的には戸籍は僕独身のままなのよ、事実婚だから。そうするとさ、千代田区でも事実婚できるじゃん、で渋谷区でも事実婚できるしっていう感じで、事実婚しまくれちゃう気がするんだよね。でその事実、それは分かるから分かんないんだよ、あの公的な書類には書かれないの、事実婚って。要はその公的な書類に結婚って書かれたら、それは結婚で事実婚ではないのよ。だから事実婚って何個でもできるから、そうするとさ、例えば事実婚をしてた場合は、それで遺産の分配率が変わるとかってなってきた場合に、その事実婚を4つやってますみたいな人が出てきたらどうすんのっていうのがよく分かんないんだよね。なんかまあ婚約とはまた違って、その区役所において同棲してることを証明する書類なんですよ。あの例えばじゃあカップルで、結婚してないカップルが10年連れ添いましたっていうと、あの要は同棲してて、その法的には内縁の妻というカテゴリーに入って、赤の他人ではなくて遺産をある程度その分配を取る権利が生まれるみたいなのがあるのね、あの内縁の妻のカテゴリーに入ると。なので、でなんかその本当に内縁の妻なのかっていう争いがあるわけですよ。要はさ、他のさ兄弟とかさ、例えばじゃあその僕が死にましたっていう時に、僕が死んだらその遺産はさ、僕の兄弟とか親とかさに行くわけじゃん。でもそこに内縁の妻登場、ドゥドゥーンって出てくると、内縁の妻がだから遺産 50% くれみたいなこと言い出すわけですよ。でそうすると、その 50% を取られたくないから、ここで裁判が起こるんですよ。でもその内縁の妻は内縁の妻かどうかの証明っていうのをきちんとしなきゃいけないんですよ。で内縁の妻の証明って結構難しくて、本当に10年一緒に住んでた人でも10年一緒に住んでた証明って結構難しいんですよ。だってどうするのっていう、あの例えばさ、電気料金とか僕が払ってるとか、その人の名前書かれてるわけじゃん。でその人が住んでるっていう書類はあんまり残らないんですよ。その郵便物とかがじゃあ来ましたって言っても、別にさ、住まなくても郵便物の受け取りはできるから、本当に10年間一緒に住んでた証明っていうのは結構難しいと。ただ事実婚の手続きをすると、手続きをした日からこれまでの間は一緒に住んでたのだろうと推定されるみたいな形で、割とその遺産分配はされやすいみたいなのがあるはずなんですけど、ただ事実婚が何個もできちゃうと、結局その遺産分配しやすいはずなのに、遺産分配を求める人たちがボコボコ現れちゃって、このシステム役に立たないじゃんっていう風になるんじゃないか。ハーチの話もういいよ、すいません、じゃあこの辺で、はい、200円